また戻りできない。行きましょう。ついに終わるのかな？紫っぽい、空か。青紫だね。はじめに、彼女はこう言いました。とうとうたどり着いたのね、バッタ。長い間、あなたの到着を待っていたわ。でも、あなたが歩んできた道は無意味だった。あなたは、何もなさないのに、苦しみはここへ持ってくるのね。帰ってちょうだい。いつも通り、冷たい氷のように揺るぎない態度のまま、バッターは言いました。ちょうど帰ってきたところだ。この場所へ。創造主のゆりかごへ。ガーディアンたちはすでに落ちた。今やお前は、滅びゆく国の女王に過ぎない。驚いて、しかし完全に呆気には取られずに、彼女は尋ねました。どうして私が作り直した国を壊してしまうの？返答はシンプルでした。お前はずっと役目を果たしてこなかった。ここでお前が果たすべき最低限のことさえおろそかにしてきた。彼を気にかけ、世話することがお前の役割だった。お前は失敗したんだ。そのせいで今、俺は神聖なる任務を完遂しなくてはならない。単調な会話にバッターが織り込んできた言葉の攻撃に耐え続けながら、クイーンはありのままを語りました。すべては彼のためにやったことよ。私の子供たちが幸せになりますようにって、私は心から願っているの。準備に必死になりすぎて、俺たちはそれが誰のための誕生パーティーかも。忘れてしまったんだ。この返答がクイーンの忍耐を根こそぎ奪い去りました。あなたがその祝祭を台無しにしたのよ、バッター。坊やに手出しはさせないわ。あの子が私たちをこの世界へ生み出してくれた。今日があなたの落ちる日を。ついに対決。うわ、すげえ。何それ、何その形。戦いましょう。うわ、やべ、BGM 超かっけえ。うわ、やべ、ちょっと鳥肌が。彼はあなたを愛していない。どういうこと。うわ、結構痛えな。とりあえず攻撃していきましょう。てか、後ろの方を攻撃してるんだな。一応全部攻撃できるのか。これは本体だけ攻撃するというよりは、後ろのやつを先に攻撃した方がいいのかな。そして、エプシロンがさらっと毒ですね。彼の名前だって知らないんでしょ。そうなの？いや、俺はわからない。結構食らうな。よいしょ。待って、死ぬ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 。違う。アイテムで、HP 多量に回復。オッケー。ほぼ全開だな。よいしょ、いいね。全体攻撃やっぱりありがたいですね。私の後には何もない。あるのは絶望だけ。何を伝えようとしてるんだろうね。いや、でもとりあえずは普通に攻撃していくしか俺にはできることがないですから。よいしょ。一人倒した。とてもがっかりしたわ。オメガさんが眠った。やばいな。よいしょ。ちょっと CP が足りなくなってきてるんだよな。オメガさん起きた。いいね。いやー、てか体力がちょっと微妙なとこですけど、どうでしょうか。よいしょ。とりあえず一個ずつ後ろを倒していく感じかな。あなたは最初から間違っていたの。アイテム使いましょう。CP そこそこ回復。いいね。エプシロンさんが多分結構大事な役割を果たすと思う。さっき CP 多量回復買っとけばよかったね。やらかした。彼はあなたを愛していない。戻った。倒しましたね。あとは右か。おそらく周りから削っていくパターンでしょうね、これは。今何したんだ。てかエプシロンさんがまた毒だ。まずいね。あなたの人生が美しかったことなんてあったの。違う。結構辛辣な言葉を浴びせてくるな。ちょっと待って、回復しよう。よいしょ。よいしょ。エプシロンさんが死んじゃうと結構、こっちとしても辛いからね。てかなんかこう、
この何敵がこのセリフを言った時ちょっとこう女の人がささやくね。すごいなんか怖いんだけどちょっと。ああ違う違う間違えた。まあいいや。間違えて今毒タイプ使っちゃった。毒のやついないのに。すごい静かな戦い。デザートはなしよ。お、あとはクイーン本体だけ。いけるのでは。違う違う違う、防御してどうすんの。やっちゃった。まあいいや。HP 大量回復。バッターさんが死んじゃうとさすがにまずい。バッターとエプシロンは大事だね。あるのは絶望じゃない、虚空だけか。虚空か虚空か。待って、これはアイテムだな。よいしょ。よし。もう全体攻撃は必要ないのか。よく考えたら。硬いな、結構。あ、びっくりした。いやー、相手の全体攻撃が地味にこっち削ってくるな。ギリギリになったら、確かなんかね、全体、HP と CP 両方全体回復みたいなアイテムが1個あったはずだから、それを使おう。よいしょ。いや、でも結構、悪くないんじゃないか。倒せる。あ、倒せると信じたい。いやー、ちょっと CP やばくなってきたな。使うか、さっきの言ってた例のアイテムを。いけるかな。どんぐらい回復するのか分かんないんだよね、でも。どれだっけな。あ、これ、あ、非常、非戦闘時か。やらかした。やばいです。どうしよう、どうしましょう。とりあえず銀の肉で CP 回復しよう。あ、やべ。がっつり持ってかれた。違う違う違う。あ、やばいやばい。うっそ、マジか。CP0。いや、きついっすね。どうしようかね。どっち、アルファさん回復しようか、CP ね。HP は結構、お、HP は結構ね、あー、オメガさんがやばい。足りてるんだけど、よいしょ。毒状態、直したいけど、無理そう。よいしょ。いやー、全然ダメだ。毒状態回復はもろく、OK。いやー、ちょっとギリギリだな。いやー、ギリギリの戦いですね。彼はあなたを愛していない。彼ってのは誰なんだろう。あなたってのはやっぱりでもバッターのことだよね。彼ってのは坊や、さっき言った息子、子供のことなのかな。もうアイテムないですよね。 CP 回復がしょうがねえや。いやー、これ長期戦、長期戦ですね。うわー、あと怒りのホームラン打てるの1回だけか。よいしょ。天下差は強いからでも使っていこう。まあ、あとは攻撃ののみですね。うわー、あ、オメガさんやられた。うわー、どうしよう。でももう回復させる。いやー、一応復活させるべきかな。いやー、厳しいな。待てよ。回復しましょうか、一応。アイテムで、ジョーカーで、オメガさん。あー、結構厳しいですね。アイテム使おう。違う違う、運命のチケット、大量回復。バッターさんは生きとかないとやばい。アルファさんは攻撃しましょう。いやー、きついな。いやー、これ長期戦だよ、普通に。難しい。うわー、これはちょっとだよ。攻撃しよう。で、アイテムで、回復、アルファ。いやー、もうね、くそ。あ、ワイドアングルしたいね、せっかくだから。最後の点火さ。うわー、きつい。あ、最後の点火さ、防がれた。やべえ。もうあとは攻撃しかないぞ。あ、CP が全部ゼロになった。いやー、厳しい。攻撃できねえんだけど。え、あ、できたできた。おお、した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 。よかったよかった。あ、倒した。敵を浄化した。一番の経験値。スペシャルホームランを習得した。すごいな。かっこいい。それじゃとても無責任じゃない。バッター。今夜のパーティーのために、大きなケーキを焼いたの。コーヒーはいかが？あなた。ハムシの女王よ。お前の配下たちに加わる時だ。何もかもが間違っていたんだ。過ちは忘れて、美しい夢を見るといい。見て、あなたの目にそっくり。両目とも、恐怖で満たされた目だ。そういえば、バッターさんはずっと目を閉じてるよね。
ザルーム赤くなった。え、セーブもない。チャプターゼロ、バッター。背景これはやっぱり画かな。羽を閉じた画ですね。真っ赤、真っ赤なのも今までなかったね。うわー、あ、でも最初の方と同じだな、さっきの黒いとこの。あ、この部屋なんとか見たとこだ。来たぞ。お、戦闘。あ、泣いてる。なんか握りしめてるな。え、倒すの。でも怒りのホームラン投げちゃう。あ、うわー、結構強い。148通るのか。回復してますね。でも全回復。あ、そうだ、スペシャルホームラン打ってみようか。スペシャルホームラン、おお、めっちゃ強い、めっちゃ強いけど、この子に打つのはすげえ心がなんかあれですね、痛みますね。これは、味方一人の攻撃力を上げる。あ、そう、これ全然使ってなかったね。これ使ったらもうちょっと楽に勝てたかな、今まで。まあいいか、よいしょ。写真をフィルター。うん、いや強いな。でも向こうからは何もしてこないね。完全に無抵抗です。あ、違う違う、アルファ。いや、めっちゃ通るな。うわ、すげえ、完全一方的なリンチだけど、これ大丈夫か。これバッターさん逃走したらなんかなるかな。いやでもダメか、もう倒すために来てるからな。そしてコマンド入力にもう慣れてきた、ね、いい具合にこうさささっといけるようになった。いやもう何も言わないし何もしてこないんだけど、すげえ、あ、倒した、敵を浄化した。暗いのは怖いよ。今だけだ。これからあとはどんな暗闇もなくなるさ。本当にこれでよかったのかな。そこで止まりたまえ、このペテン姫。ジャッジさん、そういえば全然出てきてなかったですね。私は君に心から最も盲信的な確信を、最も確固とした期待を、そして最も誠実な偽りなき信頼を置いていた。私が骨の髄から間違っていた、それも確かだろう。だが真の裏切り者は猫の眼の向こうにいるものだ。君は何ということをしてしまったんだ、影丸。俺、女性と子供を殺した時には画面のフレームにぼんやり霞がかかっていたなどと弁解する気か。君はこの世界を浄化などしなかった。君は破壊し根絶やしにした。君は世界を混じり気のない無に沈めてしまった。それがあるべき形だ。君に手を貸すべきではなかった。始まりからすでに君の魂が黒い炎に食い尽くされていたことを私は見抜くべきだったんだ。こちらへ来たまえ、影丸。私と共に罪をあがなおう。任務を果たそうとするこの怪物を阻むのだ。やめろ。この世界を浄化するために俺にはお前が必要なんだ。時は来た。さあ判断を下したまえ、最後の、そして虚しきジャッジを。ザ・バッターオフィシャルエンディング、ザ・ジャッジスペシャルエンディング。どっちも見たいけど俺は、いや超難しいな。超難しくね。両方見てえな。どうしよう。超難しい。これ償うよ。この選択こそがたとえ悲しいほどに意味をなさないとしても正しい。私はそう思う。さあバッター、味わってくれ。我ら失った報復者たちの駅なき正義への渇望を。うわ、あ、逆だ。バッターが敵だ。うわ、すげえ、何これ、超強そう。うわ、全部持ってんじゃん。
最強だったんだね。うわめっちゃ食らわせられる。ジャッジさんで強かったんだね。あ、俺が今まで覚えさせてやったこの野郎、うわー悪用された完全に。てかバッターさんがいつの間にこんな見た目になってたんだ。うわてかやられちゃうんだけど、待ってやられちゃうんだけど回復できないのこれ。うわめっちゃ驚異的。うわこれ最初からやっとけばよかった。あ、浄化に失敗した。え、これで終わりだ。お前は使命から逃げられやしない。うわどの道こうなってたってこと。いや逃げようぜ。無理かな、逃げさせてくれない、逃げさせてくれない、これ行ったらいけない、これあれ行けちゃうんじゃないこれ。あーダメでした。嘘、これ行かなきゃいけないの。すげえ、もう罪悪感になんか苦しめられてるんだけど俺は今。じゃあやっぱり全てが間違いだったってことなのかな。うわなんていうか、やりますか。スイッチはオフになった。あ、オフ。やべ、俺もすげえ鳥肌なんだけど。待って、全然わかんねえ、超怖え。うわ、やばい、ちょっとなんか今までいろんなフリーゲームやってきたけど、なんていうのかな、感動でもないじゃん。でもなんていうか、こう謎があるんだけど、でもなんかこうちょっとわかったような感じがするんだけど、なんかこう心にもやっと残ったよね。うわ、なんていうのかな、この感じ。うわ、すげえ、なんか、もやがかかった感じだ。心の中に。なんかちょっと、今までにない、今までゲームをプレイしてきた人生の中で、今まで持ったことのない感情を持ったエンディングを今迎えてる、俺は。そして、エンディングのこの曲ってなんか、ちょっとすげえな、なんか。いや、もうセンスの塊だわ。うわーやば。ゲームシステムもところどころさ、なんか凝ってるしさ、いやもうほんと、うわやべえ。なんかでもなんかいろいろちょっと分岐なくはなさそうだけど、なくてもおかしくない終わり方だよね。どうなんだろう、ちょっと気になるな、調べてみようかな。ちょっとうわーやば、なんかすごい今。そして全部英語だから、あのエンドロールが読めないエンドロールが読めない。うん、すげえな。あ、アンプロダクティブファンタイムプロジェクト、ありがとうございました。本当にいやすごかった、なんか本当にすごかった。いやーやばいな、なんか鳥肌だわ本当に。うわーやば、終わった。嘘、うわちょっと待って、マジか。じゃあちょっと皆さん、ここまでご視聴、ありがとうございました。本当にこれでオフが終わりなのかな。どうなんだろう、やばい。ということで皆さん、ここでひとまず、オフ実況プレイ、終わりとなります。いや本当になんていうのかな、こう後味がね、もう表現できないゲームでした。
もしね、なんか他にエンド分岐だとか、なんか残された隠し要素とかがありましたら、おそらく次パートになんか回収する感じになるかもしれない。もしなかったらこれが、最終パートとなっていると思います。ということで皆さん、ここまでありがとうございました。いや、なんていうのかな、すーげーゲームだわ。でもなんかちょっとね、こう、なんていうのかな、なんか学んだ気がする、本当に。ここまでこう、通してプレイして。皆さんね、ぜひ、パート1から見てない方は、ご覧になってみてください。ということでね、ご視聴ありがとうございました。また他のゲームや、次の、ゲームでお会いしましょう。バイバイ。